どうぞ。こんにちは。今日はこれです。ああ、おお、うん、ケーキを振り回さんで、うん、あ、何、うん、すごい、めちゃくちゃ何々点って書いてあった。あ、それはまずい。映ってないか。多分大丈夫。クリスマス来ました。てかもう1年終わるんかって感じなんやけど。そうだね、めっちゃ早い。クリスマスからのお正月も早いしね。え、そりゃそうや、うん、1ヶ月ないんやから。1週間とか、あっという間じゃん。だってさ、1週間とかや。それは私コンビニでアルバイトしててさ違う、それはだって1週間とかやもん。ちゃう、もうな、25日はなクリスマスソングが流れとる。うん、でな、次の日出勤する26日になるともうお正月ソングが流れとる。それはなんかあの、あれ、うん、歌詞のない曲、うん、てん、てけてけてけてんみたいな。なんかこれのことがオリジナルラベルってどれ、あー、ポチャッコ、ポチャッコ、手のひらで覆って、うん、あ、これどうぞ。何？キャップを矢印の方向に回して開けてください。開けるときは向けないでください。そんな危ないやつやった、これ。うん、プシッ。その向きで大丈夫な？気をつけて。意外とやった。うん、全然やったな。し、全然や。シャメリーさん、ちょっとどけて。なんで？こっから見るとな、カーネルの顔こんなやったわな。食うよ。はい。何話そうかなって感じないけど。うわ、多い。私も食べるんで、うん、にしても見して、中、まあ、中はあれやけど、あんま分からない。美味しそうやな。白いあれで、あんたが追加したクリスピー。クリスマスの思い出、うん、なんかあるかな。クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼント、わー、これ初めて食うかも。美味しそう。クリスマスプレゼントなんかもらった？いっぱいもらったよ。何？一番嬉しかったのが、うん、小3の時に初めてゲームボーイ買ってもらったんよ、うん、ゲームボーイとなんかポケモンの金銀、金銀、それで言うと俺はポケモンかも。ポケモンが初めてのゲーム？サファイア。金銀あったけど、なんか改造されたやつやった。もう待って、どういうこと？治安大丈夫そう？うん、なんかバグっとった。へえ。マスターボールもめっちゃあったし。改造されてたってことは、改造されてたのを買ったの？分からん。へえ。親がしたんか。親改造できるの？お兄ちゃんがしたんか。ああ。分からんけど。え、何歳の時に？ん？ゲーム。サファイアが出た年。分からん。あれいつなの？覚えてないな。小学校には行ってた？うん、多分。なんかな、ゲームを始める年齢は遅かったけど、ハマり方がすごかったよな、多分。誰が？あんた。うん。
そうよ。だって、こう、ん？小中もゲームやっとったけど、うん、ゲームキューブとか、あ、懐かしいゲームキューブ、レステ2とかばっかで、高1の時に確かプレスリー買ったんよ。うん、さ、シャンメリーラッパするから、なんか本当になんかディズニーに出てくる悪役みたいな。で、そこで確か FPS にハマった。はあ、うん。そっからが始まりか。そう。ずーっとやもんな、もうゲームの楽しさに目覚めてしまって。ん？うん。ゲームの楽しさは知っとったよ。でもなんかそこまでさ、なんか生活を捨ててゲームしてる感じがある。うん。確かに。うんじゃないよ。高校3年の時はひどかった、ほんまに。夏休み。ゲームばっか？課題もないやんか。あ、まあの ?3 年の時って。うん。だから一日中ゲームばっか。朝起きて。いや、なんなら昼起きて。うん、2時ぐらい。え？午後？うん。に起きて、で、ゲームして、まあ夜とか食って、うん、で夜中も5時ぐらいまで。あんまりなんかこう出会った時と変わらない生活をしてた。うん。しかもそれみんなとやっとったから。みんなと？うん。オンラインで。あ、オンラインでね。オンラインでやるとそうなんだよね。それでなんか就職の、うん、なんだっけな。あれなんていう面接？履歴書？はいはい。履歴書全く書かずに高校から電話かかってきた。早く来て書いてくださいって。そうだね、うん。先生すごい心配だっただろうね。うん、うまっ。美味しそう。サンタは信じた派？あ、なあ、信じてたか信じてないか分かんなかったんだよね。なんか今更じゃん、もういないじゃん、うん、いないじゃんって言ったらあれだね。おらんよ。いるかもしれんけど。おらんよ。いるかもしれないけど、でも子供の時信じてたかっていうとそこまで信じてないかもしれない。いや、これちょっとダメやで。ん？小学生以下のお子さんはちょっと閲覧注意つけとかな。でもなんか家にその全員がおる状態でピンポンとか鳴っとったんよ。怖っ、うん、どういうシステムなのかなと思って。それ何、いまだに解明されてないの？ん？いや、だから考えられるのは、うん、なんか親の友達とか。いやいやいや、親戚とか絶対おるってそれ。サンタおるやん。いや、だから張り込みとかしとったもん、玄関前で。張り込み？うん。刑事もどき。かわいいな、張り込みしてる。お兄ちゃんと？うん、捕まえるために。ね、捕まえてどうするつもりだったの？別に。うん、へえ。でもさ、そのサンタにこうなんていうの、牛乳をこう振る舞ったりとかさ、クッキーを振る舞ったりとかさ、するお家の子もおったんよ。どういうこと？なんか枕元に置いとく。サンタと一緒に。え、ちょ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 。寝てる間にどうぞ召し上がってくださいみたいな。ちょっと枕元に置いとくし。枕元に置いとくってこと？そう。やんちゃ。え、手紙とか書いてないの？書いてない。出てくるか。
あまり好きじゃないんじゃない？手で食べる。うん。これも油なんやけど。おお。やるじゃん。あ、絶対ドラム狙ってる。私ドラム好きなんよ。ドラム？何それ？そこのことや。いやでも、もう一個ある？いや、イメージと違うんやけど、なんか全部これかなって思っとった。違うよ、なんか何個かあるんよ。そうだ、うん、一個食う？食べたい、そこ。これどこ？ありがとう。あ、開き方すごいじゃん。え？でもどうやって食うの？これ手で食うもんなん、そもそも。ああ、あのケンタッキーの CM とか見たことない。あの人たちみんな手で食っとうよ。汚っ。箸でお食べ？え？箸でお食べ？うん、やっぱそうや。そこなんなんやろな。足。なん？足。うん。レッグとかあんのかな？あるんじゃん。オリジナルチキンってな。たまに食べたくなるよな。あ、クリスピーの方がうまい。おう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 、謝っていただかなな。まあでも同じ製品。なんか味はさ違うくない？クリスピーとまた。うん、違うけど、なんていうのこれ。ん？なんか違う。何？予想と違う。あ、違う。なんかちょっとお姉感出てるよ。うん。やだ、なんかちょっと違う。なんか味に生感がある。え、食レポどうした？味に生感が、味に生感があるっていう。なんかこうお肉食べてる感。うん、もうお肉やしな。やっぱパサパサする。あ、それは多分部位だと思う。これ何ね。何が入っとる？分からん。お菓子セット。お菓子セット。うわ、あ、それが入っとった。なに？無邪気かよ。すごい、見てはいけないものを見てしまった。なに？え？内部構造？ちょっと映してもいいもんなら、うん、すいませんな。あー、あかんな、これは。映さんどこ？買った人にしかわからんわ。なるほど、そういう感じ。これが大人のやり方か。いや、そりゃそうよ。え、ちょっとこっち甘いわ。ペコちゃんとポコちゃんのデザインがあった。富士屋。本当だって、誰らしこいよな。ペコちゃん。ペコポコビスケッチョ。ビスケッチョ。うわ。あ、懐かしい。狂ったように食ってる時期あった。かわいい。動物の英単語が美味しく学べちゃう。食べっ子動物やん。アリゲーター、アント、ベア、キャット、ドッグ、エレファント、フロッグ、フォックス、ジャガー、コアラ。コアラってコアラな。新しい発見。ライオン、モンキー、マウス、パンダ、ペンギン、ペンギン、ピッグ、シープ、タイガー、タートル、ゼブラ。あ、だから
ゼブラ被っとるのかな、最後の締めみたいな。ん、あ、これ、うん、あれ、クマネボ、これ簡単やな、これミルキー。ああ、ミルキーや。なんか最近デザイン変わったよな。そう、うん、なんかこう、紙っぽいデザインだった。でも集落の酒場におる悪役の人。開けよう。普通に使えるのかな、これ。多分使えると思うで。何でも嗅ぐな。そりゃそうだ。プラや。え、耐熱80度耐冷マイナス20度、すごい。あはやめや、やめや、いけいけ、何の時間？無理や。こう。クリスピーはこう。クリスピーの前にケーキ食べてか。え？え？え？なんで？え、だってあんた絶対お腹いっぱいになるで。なんで？どう？ケーキの後にクリスピーは無理や。なんか甘いもの食べたらしょっぱいのが食べたくなるかもしれんよ。並んで。あ、そう。あ、でもごめん、気になっちゃったよね。気になっちゃったよね。なんだっけ、え、切り株のケーキ。ケーキ。チョコは私。もう一回見せてくれるの？うん、うん、うまっ。いや、ジャンキーなものってうまいな。うん、しみじみしてるね。うん、だって、うん、あんまり食べなかったからね、ダイエット中。最近は罪を重ねてるからな。でもこれね、体重増えんかったらすごくない？あ、増えたらもう一回痩せればいいだけや。あのにドヤ顔でかっこいいこと言っておりますが、うん、痩せるのって意外と簡単やなと思った。大変そうよ。ん？何が？維持は大変や。うん、もうやっと上手いの。まあいいか。やっぱなんかこの机汚い。ん？ん？すごいよ、本当にパーティーの終わり感があるよ。ちょっと見る？え？くちゃ。すごいな、とっちらかりようが。うん、まあいいか、クリスマスやし。ま、うん、おいしい。このクリームで思い出した。何？ん、あのローソンの
プレミアムロールケーキじゃない、ああ、どら焼き、うん、みたいなやつ、あれ食いたってなったやばいやばい、でもあれうまいよな、美味しい、なんだっけあの牛がついたどら焼き、うん、どら焼き、あれマジでスイーツ真珠で一番うまかったかも、マジでそんなに、うん、めっちゃうまかった、あんたはそこまで言うなら、なんか何の動画やったっけな、なんか宮坂さんも言っとったような気がする、本当、うん、結構前の動画やったっけな、え、じゃああれ結構前からある、うん、へえ、なんかサクサクする、なんか入っとるのかな、パイみたいな、うん、砂糖かな、へえ、砂糖や、あ、周りが砂糖なの、うん、うまっ、クリスマスケーキ絶対ここで買うみたいなお店あった昔、ない、どこの買っとったの、ね、手作りとかって、あ、言っとった、そういえば、うん、クリスマスケーキ手作りとかいける、なんか小学校5年生の時にな、うん、なんか近所でもないちょっと遠めのお家のお姉ちゃんのとこに遊びに行ってな、うん、1個上ぐらいので、スポンジケーキがないからホットケーキでやろうってことになって、うん、十分さまさまもな、なんか6枚か7枚ぐらいホットケーキ焼いて、うん、その上に生クリーム乗せてったんよ、うん、なんか全部溶けてな少しも美味しくなかったような気持ちになった手作りケーキを作ったことはあるけど、ケーキ作ろうかな、パティシエ、パティシエール、うん、パティシエか、それ作れると思うで、ん、うん、お家で、うん、オーブン買う、あ、オーブンやん、スポンジ焼くのにオーブン、でも電子レンジでできるのかな、なんかうまいことやってるのかな、みんな、あ、家オーブンやった気がする、じゃあオーブンだね、電子レンジのオーブン、あれでもできるんだ、うん、やっぱお腹いっぱいや、ちょっと前に言った気がするんよな、お腹いっぱいになったやろ、全然少しも悔しそうじゃないよこれはうまいんやね、炭酸が多分あかんかった、炭酸は全部飲み切ったの、うまい、うん、うん、お、いやなんかな、ちょっとご飯をな作ってクリスマスパーティーみたいな感じにしようと思ったんやけどな、チキンライス、うん、まあそういう感じ、チキンライスとは、チキンライス世代やろ、でも世代やの、うん、でもな、ちょっと今回は忙しすぎて無理やったわ、すいませんな、うん、うわ、なんかやっぱ話すことがないよな、日常の会話になってしまうからな、うん、最近のなんかあるかな、なんか欲しいな話題、あ、話題提供、うん、お、なんかすっごい偉そうなサンタがおります逆に話題を欲しいと言っております、そう、でもな、この動画のなんかコメントでなんか例えばこういう話してくださいっていうのがあれば
次話せるやん、それ。うん、それ一番楽やな。なんかな、髪の毛がシュッて、うん、言うこと聞かん子がおる。逆逆逆、あ、それそれ、そのもうちょい上、もうちょい上、あ、それや、もうちょい、 あ、それです。ああ、うん、あ、もうあるあるや。新しすぎるやろ。話題提供、うん、でもなんかみんなのところに行って、やっぱ定期的にちょっとあんたも遠征しやないかんよ。うんうん、なんか正月は、うん、うん、あの、前さんは多分帰ると思うんやけど、うん、ヒカルさんは確かおるはずやから、うん、あと、ささげさんも、うん、だから、あの、年上の人全員にお年玉もらいに行こうかなと思った。おう、うん、お年玉、なるほどね。お年玉、あの、お年玉袋自分で持って行って、ええ、好きな額入れてくださいって。涼しい。嫌やな、この子。下に2人も年下いるのに。下に2人、うん、何が、ロケマスさんと小田圭さん、ミッキーさんもや。ああ、でも、オダケイとミッキーはあれや、ネクストやけど、うん、サブにはちょっとあれや。あ、なるほどな、うん、サブ頑張りましたと、ん、お年玉くださいと。いや、そういうことじゃなくて、サブにはあんまあれや、出てこんから、うん、出てこんとか出してないや、うん。とりあえず笹毛さんのとこ行って、うん、ジャブで次ヒカルさん、うん、1月1日に行ったのかな。いいんちゃう、私も行こう。ん、一緒に行くの。一緒に行くで。ちゃんと挨拶しな。ダメかな、うん、ダメかな。なんか1月1日なんか、あ、じゃあ、いや、まだ決まってないんか。じゃあ、あかんな、言ったら。ん、で、なんかあるって言ってた気がする。ほんと、うん、だから4日ぐらいに行こう。うん、うん、やべ、マジでお腹いっぱい。あと一口。うん、覚えてしちゃう。ねえ、どうしてそんなテンションだだ下がってるのかな。今日は楽しいクリスマスよ。お腹いっぱいやから。うわ、可愛いでしょ、クリスマス飾り。うん、ちょっとクリスマスでさ、飾ったところをちょっと回ろう。ほんと、ここや。玄関もあるよ。玄関は汚いよ。何が、うん、靴とか。あ、靴はな、しゃあないな。ここと、ここ、この前映したからな。次は正月や。そうだね。で、正月って何があるん？おせち食べてた？うん、おせちも作っとったすごいお家やな。なんかおせちに入ってるものが、うん、あんまりうち好きじゃなかったんよ、子供たちというか、その、ね、私も弟も黒豆と栗きんとん、たつくり、え、好きやったん？うん、そんな何があったっけな、卵焼き、伊達巻きな、卵焼き、いや、卵焼き、かたくなですね。え、あと何やったっけな、エビ、かまぼこ、かずのこ、うん、そう、くわんくわん、食べとったもの、うん、赤飯入ってましたっけ。違かったっけ。あら、あと
覚えてないな、でも全然食ってないよな。正月どうしようかな。正月ね、でもうすぐやからな。そうなんだよね、2週間ぐらいやろ。うん、それあかんよ。じゃあ、さよなら。